プレセンスを取ったりとかね、なんかこうなんかプロレスのなんか試合の範囲を超えたね、なんかそういう駆け引きみたいなのがあったりして、まあ、なんて言ったらいいんですかね、タケル選手的にはこうかなり怒りが頂点に来てるような感じですか。そうですね、やっぱりなかなか IW のリングに出てこないでしょ、本人が。それもなんかイライラするし。なるほどね。今ザ・グレート・タケル登場してまいりました。いつものように鮮やかにリングインであります。しかしこの一騎打ちということでありまして、かなりあのキスと頃は激しいものがあったんでしょう。そうですね、この日はなんかすごい、いつもいつにもなし ましてなんか興奮してたというかね、周りがあんまりよく分かんなくて、俗に言うこう入れ込んでしまったというそんなような感じですか。まあ、それだけね、今まで先ほども言いました、あのペルセウスを引き抜かれたり、いろいろあったということがあるんでしょうね。あ、先ほど試合に出たばかりの月岡がもうすでにセコンドにやってきています。同じアイスのメンバーです。さあ、メビウスの折原が登場してまいります。後楽園ホール、対立が深まっています。 IWA のアイスとそしてメビウス、折原との一騎打ちとなりました。タケルでありますか。おさあ、ようやく出てまいりました折原雅雄は、後ろにはジョニー・ロジャー、そしてトンパチマシンガンズの小野もやってきています。小野武史もやってまいりました。ゼップもいます。ハロミノもいますね。全員いるということになりますね、これね。あ、いつも部屋をこう天に向かって立ててくるんですけれども今日は寝返してきています。これは何かの表れなんでしょうか。西の表れか。いきなり来ました。ザ・グレート・タケル、タケルさんにしては珍しいんじゃないですか。もういきなり来ましたねなかなか出てこないし、いきなり椅子を使っています。先制攻撃、ザ・グレート・タケル、もう一発いきます。さあ、まだ進みます。向こうでうまくやってますね。そうですね、セコンド同士がやり合っています。セコンド同士がやり合っています。まあこれはもう、まあ、代表試合がこう地位を決する、そんなような格好になっています。アイズの代表もちろんタケル、そしてメビウスは折原雅雄、この両選手の一騎打ちであります。ああ、出血したか。出血しています。額を割っています。今ようやくゴングが打ち鳴らされました。もうフラフラ状態の折原雅雄です。しかしこの辺はタフネスの折原雅雄、まあ、後ほど戦ってるうちにおそらく復活してまいりますので、ショートラリアット、そうはさせずとグレート・タケル思い切ってもうゴールに引きます。カウンター2です。カウンター2、まだこれ折原さん効いてますね。折原選手ね、そうですね、ここまでやってるのが早いうちに決めてしまうと、そうですね、思い切り戦いとしてきました。カウントいきます。これはカウント2です。カウント2です。さあ、そして今度はどうするか。一気にフィニッシュに持っていくんでしょうか。コーナーに持ち上げていきます。コーナーに持ち上げてザ・グレート・タケル。さあ、ここからフランケンシュタイナーです。腰を仕事が落ちました。今のはどうでしょう。もっと頭からね、落としたかったんですけどね、ちょっと空回りした、ちょっと抜けが早かった、というような感じなんでしょうかね。折原正雄、まあ額を割りまして、今回はヘアをこの辺のように金髪に染めてきています。ラリアット、いつものように髪は立てておりません。それだけに何か違った音気がありますが、ラリアットもう一回、しかしこれは我慢します。こらえます。折原正雄、おっとラリアット待っていました。今までの三味線だったのか。いや違います、かなり効いています。額を割ったその血が自分の目の中に入り込んでいます。折原正雄どうですか、改めてこの、はい、これ初めてご覧になる映像ですよね。そうですね、おっとカウンターのラリアット返ってきました。キックの後はラリアットの返しです。ものすごい折原選手的にはこう足がみたいな顔になっちゃってますから、普段もかなりね、テンション高い選手なんですけどね。そうですね、やっぱその中でも計算されてるというかですね、下からの部分があって、はいはい、おーと、よくあの向こう水的なこうトンパチとかね言われてますけど、結構計算した動きしてますよね。いや全然トンパチじゃないと思うんですよね、かなり、考えてると思います。あ、もんか、思
力投げっぱなし、形勢がひっくり返りました。ご覧のように目のあたり抑え込んでいます。お元気ですね。これが回復力がやっぱ早いんですよね。これがあるからちょっと早くポンポンポンってやっとかないとね。WAR スペシャルなんですけど。そうですよね、あの先制攻撃だったんですけれども、一瞬の切り返しがありまして、その後すぐに復活に転じています。折原正雄、キャリアも随分あります。29歳ですが、デビューが平成2年2月22日見並びでデビューしています。折原正雄です。現在は、小野武史と組みまして、トンパチマシンガンズ、この辺りを中心にメビウス、それからジョニー・ロージャー、こういった団体と呼んでいいですよね。そうですね。これを率いる項目になっています。頭になっています。スタンピング、あーと、ツバを吐きかけました。あーと、マスに手を挙げます。これは起きて破り合いますが、マスクが引っ裂かれます。ザ・グレート・タケルのマスクが引っ裂かれました。今までかなり危ない時はあったと思いますが、 かなり破れましたね、これ。そうですね、あんまりマスに手をかけられたことがないんですね。あ、今までね、一気に行きましたね。なるほどね。おーと、続きです。自ら額を割っているわけですけれども、その後おーと、顔が出ましたか。これ顔が出ています。今、武田さん自分で出したんですね。はい、これは怒りの表れです。おーと、前に落としていきました。道のくドライバー形式です。そしてこのまま背で押さえ込まれました。これはどういうことなんですか。やっぱもうあれだけ破かれてね、隠してもしょうがないですからね。かえって戦いづらいっていうことまでありましたしね。まあ、武田さんにしたらこれはもう一大勝負だということで、はい、ね、関係ないですよ、もうマスク。しかし、ザ・グレート・タケルになってこの素顔を表したっていうのは、これが初めてですか。そうですね、初めてですね。はい、リング上で、表したのは。あ、そうですか。さあ、しかし展開的には現在小野原正雄のペースが、おー、これリバースで返してきました。リバースで返しました。さあ、カバーに行きます。カウント1、タケルは今抑え込んだつもりありませんでしたが、カウント1つ入っています。キック、キック、キック、顔面に持っていきます。さあ、これからどういう動きを見せますか。おーと、かかとあたりが落ちていきました。はい、また割りましたね、額を。また血が流れ始めています。カーッとラリアット、カウンターになっています。ものすごいタフです、折原正雄。今度後ろ、はい、ゾンビみたいですね。もう倒しても倒しても起き上がるっていう、生命力がすごいですよね。おっと、まさに生命力、そんな言葉当てはまりますよね。折原選手は爬虫類大好きだそうですけどね。以前ペットショップまでやってたという折原選手ですが、トカゲの尻尾みたいな。あ、本当にそんな感じですね。切っても切っても生えてくるというこの折原さん、やってもやっても復活してまいります。どういう展開、ノート、この辺の動きというのはもういつもの竹谷さんらしくないですよね。おお、吠えました。完璧すぎますね。いつものあの華麗な動きが潜みまして、これよりアグレッシブといいますか、攻撃的な、何かこう気持ちが前面に出てるような戦い方になっていますね。あーと、椅子が投げ込まれましたか。椅子が入ってました。おー、椅子に口づけ、そして椅子に口づけ、タケルに椅子、ダーと、いつの間に椅子がありましたね。今誰かね、多分セコンドがナイフォンだと思いますけどもね。汚いことしますね。いつの間にか椅子がやってまいりました。そして今度はどうするんでしょうか。さあ、お、キックを持ってきます。当たって、なんかフラフラしてるんですかね。ちょっと折原もまだ効いてるんですね、これね、実は。あー、今トーキックじゃないですか。顔面にトーキック、トーキック、カウント入れます。コンセプト取らないですね、レフリー。いますよね。もうこの時レフリーのことなんか頭入ってないでしょうね、タケルさんね。全然もう分かんないですね。いや、本当にこの日は目の前しか分かんなかったですね。これでもう一度、おーと、股間に持っていきました。肘の張り合いから一転して折原正雄急所攻撃です。ここら辺がやっぱ計算高いっていうか、やっぱトンパチとかけ離れた部分ですね。おーと、ラリアット、後頭部から入ったか。マットに持ち込んでいきました。
ザ・グレート・タケル。ザ・グレート・タケルの、まあ、素顔が現れた初めての試合。そして浴びせがりか、ニールキックか。ニールキック低いですよね。さあそしてどうぞ、スライディングキック、落とされました。エザーダか、いやタケルは避難しました。それを追いかけていくのか、距離はあるぞ、距離はあるぞ、折原取るのか、ここからゲムラー高い、よムーザーバーだっけ、ワーッと、これはかわしました。今足から行きましたね。そしてニールキック、寸止め分かったんじゃないですかね、かわされる。あーなるほどね。でも着地はうまくいかなかったみたいな。あーはー、花道の辺りであります。後ろにはセットバックの木の階段席が設けられていますが、さあこの狭いところ鉄柱に持っていったら、いやいやいや、椅子の中に埋め込んでいきます。ザ・グレードかける、おー今度はかけたと言います。かけるがポジション確認して、ケブラード、おートップロックからだ、綺麗なケブラードを見せました。トップロックからです。今のヒット具合どうだったんですか？あ、かなりやった時はなんか当たってないような感じはしたんですけどね、今見たら結構頭の方に行ってますね。行ってましたね。あ、上がることができません。折原正雄、素顔のザ・グレート・タケルがリング上にいます。素顔ですから、本名はこれプロフィール見ますと、大和タケルの名前なんですけど、もう本名じゃないですよね。あ、まあね、言わないということにしておきましょう。ブレンド差が、垂直落下、かなりきつい角度でいきました。垂直落下というやつです。カウント、カウントは2か、ワンか、2です、2です。カウントは2、はい、続きまでこの IWA アイズ、そして一方メビウス、その、まあ、対象同士の一騎打ち、タケルと折原、ものすごい一騎打ちになっています。タケルの素顔が割れました。そして折原の額が割れました。今度は、あ、これはあれじゃないですか、起きて破りの相手の技、うん、いきます。スパイダージャーマンです。そしてここから飛ぶんでしょうか、ムーサルトか、いやいやいや、フットサップか、どうするんだ、スコーピオンスプラッシュ決まりましたか、おーと返された。今どうですか、決まり具合は悪くないと思ったんですけどね、やっぱこれで決まらないとちょっときついですね。やっぱり一種のゾンビなんでしょうね。グレートタケル、さあこれからどういう展開に持っていきますか。しかしこれチャンスですね、今ね、はい、大きなチャンスを迎えています。タケル、うーとラリアット、さあこれからフィニッシュに持っていきたい、つなげたい、ザ・グレートタケルです。今度はパワーボムか、そのまま行きました、走りました、ランニングパワーボム、形はちょっと崩れたか、かなり変な角度が落ちましたね。先ほどスパイダージャーマン折原の技ですか、はい、あれやったの初めてですか、何回かやったことあるんですか。いや、初めてでしたね。綺麗に決まりましたね。相手の技は18番を持って、おーと後ろ固めます。これはそのまま行きました。カウントは、これは何て言われますか、これは多分タイガースープレックス85と、あの2台目の三沢さんでした、がやった、技をかけたというか、かける的な名前はついてないんですか。今のところないですね。なるほど、はい、じゃあファンの皆さんね、これを聞いていましたら、ぜひ、その名前を募集したいと思いますが、さあグレートタケル、そう言ってる場合ではありません。フラッグしたいわ、切り返されます、切り返されてしまいました、頭から落っこった。さあちょっとプロとしてやっていけないことをやってしまいましたね。というのは、同じ技を狙ってしまいましたね。必ず狙うと返されますね、ああいう技は。柳の下に土壌は2匹いなかったか、あったーと、道のドライバーです。折原雅雄、折原もかなり効いています。おーと、いつの間にか折原のこのヘアスタイル、色ですけれどもカラーがピンクになってきています。初めは綺麗な金髪だったんですけれども、ピンクに変わってきています折原雅雄。さあ一転して折原ペースになってきています。タケルが飛ばされる、戻ってくる、このカウント、後ろ待っていました折原、ヒールキック、これありますからね。完全にこれやられてもいいような感じで飛ばしたんでしょうかね、今ね。あ、計算ですかね、やっぱり。さあそして今度はニュートラルコーナー上げられました。これからどうするんでしょうか。後ろ後頭部に一撃加えておいて、折原雅雄、ホークのボトロ、スパイダージャーマンです。やはり先ほどこう面白くなかったんでしょうね、実のところで。さあこれからムーサルトプレス、危ないぞ危ないぞ危ないぞ、カウント中です。この辺の意識
ていうのはまだはっきりしてました。そうですね、まだ、記憶にあります。ありましたね。ああ、そうですか。うん、あとしかしこの対戦になりました。これここラストネッチか。織原正雄がやりますとスパイダーネットですが、ギブアップか。ああ、がっちり入ってしまいました。最近ね、なんかフィニッシュに使ってるみたいですかね。アイズのザ・グレート・タケル敗れました。織原正雄、流血しながらも攻め込まれながらもゾンビのように復活してまいりました。勝利を得ています。飛び込んできたのは誰だ。佐藤ですか。佐藤君ですね。佐藤隆ですね、はい、佐藤隆が乱入してまいりました。あ、逆にやられます。逆にやられる。あ、 両軍が出てまいりました。両軍が出てまいりました。アイズとそれからマシンガンズの斧、さらにはメビウス、ジョニー・ロージャース、両軍入り乱れています。タケル選手は薄くまったまんまです。あ、しかしこれ絶えず深まるこの両軍団なんでありますけれども、どうでしょう、これでまだまだ分からなくなったっていう感じですかね。おー、月岡選手もろにもらっています。いや、しかしおー、まだ進むんですか。大沼、うまい形でコンビネーション。さすがトンパチマシンガンズ。おーと、低空ドロップキックから、そして今度は大野のバッター。あーっと、今ローキックでしょう。あー、タケルが首に伏されました。足の下、織原の足の下です。やってまいりましたトンパチマシンガンズ、そしてメビウス、ジョニー・ロジャース。この状況をちょっとコメントしづらいと思いますけれども、はい、どうですか。そうですね、ここまでは何を考えてるかなんかよく分かんなかったんですけど、このマイクが、あ、マイクアピールだね、聞いてみましょう。誰もいなくなるんだ。俺たちは今日からアイドルでスパイクを取ってやる。笑ってな。クリスマスのここにいるマシンガンってな、ああ、行動がこれから打ちたければいいかい。朝の歌舞伎、おい、聞いとけよ、お前よく。東京が薄すぎれば、俺たち誰でもいいから許可取ってこいよ。お、トンパチマシンガンズでこのアイアブレイ乗っ取るって言ったんですか。そうですね、まあ、なんか普段の乗っ取りとは違って、ええ、工業全体を仕切るみたいな。あ、そう、俺たちに断らなきゃさせないぞみたいなことを言ってますね。あ、かなり大きなこと言いますか。タケルさんです。アイカメやな、カメさんだけじゃねえんだよ。ここにいるみんな俺らアイカメなんだよ。俺たちがアイカメやるんだ。絶対仕事を切り取ってやるよ。俺山田松田だけじゃなくてみんな俺たちがアイカメなんだよ。俺たちアイツなんて作ってるけどみんながアイダブレーなんだよ。見てくれるお客さんもみんながアイダブレーです。今日はこんな負けかもしれない、だけど試合はまだまだあります。潰しはしません。アイツなんて中途半端なことやって正規軍に別れてたけど、歌舞伎さんがいなくなったら敵はあいつです。こうみんなでさ、力を合わせてさ、折原松潰そうよな。それからまず折原潰してさ、それからまた激しい試合しごよ一緒にな。とりあえず休戦、今頑張ろうみんなで。これからしょっぱいなんか相手にするけどな、俺にアイスを使わずについてきてくれよ。ああ、
見とけ歌舞伎。ああ見てて分かったと思うけど、あれだけ血流したってなんてことはねえ。ああやつら今まで何やってきたんだ。おい歌舞伎にまだまだだとか少しとか言われてる間に歌舞伎にもな、てめえ歌舞伎にもどっか行かれていたねえのか。おいいいかマシンガンズだ。おい怖くなかったらマシンガンズ呼んでみろ。おいああファンがなあれだけ見てるんだ、ノートは言わせねえぞ。それとなここにいるジョリー、ああ考え方こそメビウスと違うけどこいつらでは嵐を見せてやるからな、分かったか。おいちっぽけなことしてんじゃねえよ。ああなんかあんのか。おいなんかあんのか。おいおい、うわーっと私たちがかけられたような気になりましたけれどあれはですね、まあいろいろやり取りありましたけれども、はい、これはもう